はい、コーチの渡辺です。今日は一緒に回ってもらう美野くんです。お願いします。お願いします。今日は、滝野カントリークラブ、迎賓館コースで、まあ、練習ラウンドみたいな感じで回っていきたいと思います。はい、まあ、その前に、スタート前にアプローチとバンカーの打ち方見て、はい、まあ、ちょっと直していけたらなと思います。はい、ちなみに今コースでこういうことやりたいとか、これ苦手とかってある？バンカー、距離のあるバンカーがちょっと苦手なんで、うんうん、ちょっとどういう風に距離を出していていいかを教われたなと思ってます。はいはいはい、OK です。はい、バンカーは、まあ、飛ばす打ち方と飛ばさない打ち方2種類考えましょう。はい、まあ、飛ばす打ち方が苦手って言ったんやけど、まず砂の飛び方っていうのを見てほしいんやけど、飛ばす時っていうのは、まあ、フェースを開いたとしても、まあ、さっきのアプローチみたいにちょっとインサイドから振ってあげて、目標方向に押すように振ってあげると、砂ってこうやってある程度固まって前に飛ぶような感じで飛ぶのね。でフェースを開いて、どちらかというとカット、普段やってるようなちょっと左に置いて倒されるようにコッキング入れて、手はこっちに動かすね、こっちじゃなくてこっちに動かすような動き、あれ飛ばすときはこっちに動かすから、どちらかというと、こっちに動かすような動きしながら振っていくと、砂ってこうばらけてパッと、きちんとバウンスを使いたいから開くんだけど、ちょっとインサイドから押していくようなイメージにしてあげると、意外とボールっていうのはこうやって前に飛んでくるんです。だからターフなんかも、ターフっていうか、まあ砂の方がまっすぐ目標を飛んでくるような感じで、反対にもう止めなきゃいけないとかなってくると、それだとこっちからバウンスを本当にこうやって入れるイメージだね、させながら行くことができると、砂っていうのは前に飛ばなくなるから、ボールも飛ばなくなる。この2つの打ち方がしっかりできると、まあバンカーの打ち分けっていうのができてくるから、まあ一回試してみて。はい、スタンス普通でこれもちょっとオープンぐらい、ちょっとオープンぐらい、ボール前に球を打ち上げるときなんかは結構オープンっていう。あ、うん、ただこのオープンにするって言っても、球がちょっと右に出てしまうからオープンするだけの話。あ、はい、うん、間に飛ぶぐらいの感覚。そう、基本的にさ、手をさこうやって抜いていかなきゃいけないわけや、はい、バンカーってバンス書いてあるわけやから、その時にさこうやって打ってて、こっち飛ぶ気がせへんよね。はい、うん、こっち飛ぶのが気するから、はい、じゃあこっちに動かって感じや。フェースもまっすぐでいい。目標よりちょっと右向くぐらいの方がバンスは効いてくるんじゃないかな。うん、量飛ぶでも今ちゃんと砂を取ってってあれぐらい飛ぶやろ。はい、うん、だから普通に打ったらそんぐらい飛んじゃうのよ、ちゃんとその砂ごと振ってったら。はい、うん、このウェッジっていうのがエッジの方から入るとどうしても刺さっていっちゃうから引っかかんのよ。はい、でもこれ開いてあげると同じようなところで入ってきても跳ねて滑ってくるのよね。でそのボールの下にいかにこうやって潜らせるかって話になってきて、それをまっすぐ潜らせるのか、カットして潜らせるのかって話だから、はい、そのバウンスの入れ方を考えながら軌道を作るといい感じ。はい、こっちからインから来たやつは、うん、そうするとバウンスが効かなくなっちゃうの分かる？こう入ってきて、うん、そのまま下をドリッていくような感じ。イメージはバウンスの方から入ってきたのを、その近くに打ったと思ってます。それを、ここから少し下がっちゃうから、そうそうそう、そう、それでいい。そうやって砂を乗せていく。飛ぶしょ？はい。だから砂だけ一回打ってみたらいいよ。砂をアロネットに飛ばすようなつもりで、インサイドからあそこのゲットも飛ばすようなつもりで打ってみたらいい。砂だけあそこまで乗っけてくれみたいな、飛ぶやん。はい、だからボールが飛んでるから、そこまで、うん、当然吹きちょっと出る感じやからランも出るやんか。はいはい、じゃあそのピンまででいいやっていう砂の飛ばし方してみて。うん、だから多分ちょっとコッキング早めにしてパンチみたいな感じでポンっていった方が多分簡単やから、やってみて。
まあ、それもインサイドにね、はい、インサイドに入れて、こんなもんでいいと思う、はい、いやこういうもう濡れてて硬いバンカーとかやったら、はい、バウンスを開いてでも下に潜らせるぐらいのイメージでいかなあかんときとかはやっぱ結構体なんかでも打ち込みにくいから体下げるよね。でもペースを上げたいから開きとくみたいな、こういうイメージあるよね。でこうパンって上げるみたいな形なんだけど、反対にこうふっかふかのこうこんなん持っちゃってるところ、はい、これ打ち込みに行ったらパフってやるよね。あ、はいはい、よくなるやつ、うん、なるよね、はい、うん、なるからこういう時なんかは、はい、もう絶対パフってなるの分かってるから、どちらかっていうと飛ぶ打ち方の感じで横から払っていってこうやって浅くバッて抜いてる感じ、打ち込まない、うんうん、っていう方が打ちやすいよねっていう感じだから、別に俺ってバンカーやけど硬い時は途中にバカッて入れるんやけど、さっきのやつはほとんど振ってる感じしないよね、うん、ほんま運んでるっていう、そういうのはちょっと分けて考えれると、打ち方変わっ、あの、あと打ち分けれると、はい、うん、状況に合わせやすくなるから、やってみてください。横からです。横から、砂をピンに持っていく。うん、今でも熱いよね。うん、なんか、やっぱ熱く入ったら砂ってバーンってばらけてもいい、はい、ある程度こう、ペースに乗せて押していくみたいな。でも今までこうバーンってやって飛ぶ方に飛んでたっていう感じだったんですけど、今もうどっちかっていうとこうこっちっていう風にできてるようなイメージは、うん、今のめちゃめちゃ気持ちよかったです、うん、今の持ってる感じするもんね、はい、だいぶ全然ペースを下向けていく動き、ショットの時はしてるんやけど、これバンカーに関して言うとこうです。ペース上向けた方がいい、それがアウトサイドに上げようがインサイドに上げようがペースを上向けた方がいい。これはペースが下向くように上がると、次そのまま置いてくるか、余計ヒールの方から入ってきてコントつかなくなるから、ペースを開いた状態でそのまますっぽん、ペースを開いた状態でインサイドから押していくイメージを持てると割とコントロールで押せるの。OK、ラスト3打ったら行こうか。はい、これぐらいで押す。うん、それぐらいやってそのままと、うん、そうそうそう、ふいとしながらそんな感じ、あ、もうほんまにすんません。そしたら飛ぶよね、普通に。フェースで運べるようになるから、あ、そうやって、はい、上げたい止めたいって考えるんやったらもっと切らなあかんしね。あ、はい、うん、なんでさっき言った俺が、あの、柔らかい状況やったら払っていくよって言ったけど、はい、今結構砂なくなってきてるやんか、だからそういかなあかんってなってくるから、その状況を考えながら打ち方考えとかないと、そうですね、失敗するよっていう話。外から切る、うん、したらバウンスは滑ってくれるから下潜れてくるっていう、こうなっちゃったら終わりだよ、うん、たら弾かれるからね、ポーンってなる、うん、行こうか、はい、はい。